斎藤康太郎は、日本ホーリネス協会、清め協会の牧師である。太平洋戦争中に、治安維持法違反で検挙され、服役中に殉教した。山形県西沖多郡厚見村湯音会に生まれた。鶴岡市の庄内中学に入学したが、中退し上京をする。絵画の才能があったので、東京では、肖像画を描いて、生計を立てていた。 1915年単立協会の本郷浅課長協会の牧師小沢勝之助に導かれて洗礼を受ける。1918年に東洋線協会の聖書学院に入学する。1921年に卒業し神田ホーリネス協会の副牧師になり奥野松と結婚する。1922年により高知県室戸で開拓伝道を始める。また、 1923年には石川県金沢で開拓伝導を行う。1928年にはアンシュレを受けて東京浅草協会。1931年には長野上、スワベン店長協会に赴任する。1933年に中田茂春監督の進学上の問題でホーリネス協会内部で分裂事件が発生する。 斉藤は中田茂春監督側に就く。1936年のホーリネスは教分離の後に発足した中田派の清め教会に所属する。1938年に清め教会の水戸時は教会に転任する。1938年6月には中田の健康悪化のため、中田修身監督の監督業務の代行のために清め教会では代行委員が設置された。 斉藤は、中田彩め、斉藤原八、田中圭司、森五郎と共に代行委員に選出された。水戸で牧師をしているとき、1942年6月に治安維持法違反で特別高等警察より一斉検挙される。1943年6月15日に金庫3年の実刑判決を受けて、水戸刑務所に移送され、刑に服する。 半年後の太平洋戦争の開戦2周年の12月8日に、国死する。死後17年経って1960年9月22日に、国別式が行われた。ありがとうございます。